インドグリーク朝、インドグリーク朝、英語、インド、グリークキングダムは、紀元前2世紀頃から西暦後1世紀頃までの間に主に、インドは大陸北西部に勢力を持った、ギリシア人の小王国の総称である。この地域における、ギリシア人は、アレクサンドロス大王の時代より存在したが、有力勢力として台頭するのは、グレコバクトリア王国の王デメトリオス一世による、 インド侵入以降である。一般に、この時期以降のインドにおけるギリシア人王国がインドグリーク朝と呼ばれる。サカ人など多勢力の拡大につれて、インドギリシア系の王国は姿を消したが、彼らの文化はインドに多くの影響を残した。インドギリシア人に関する記録は少ない。メナンドロス一世、ミリンダなど、例外的に記録の多く残る王は存在するが、40人前後に、 登るインドギリシア人王の中で具体的な姿を読み取ることできる王は数名に過ぎない。彼らについて知るために現在利用することができる記録は各地で発行されたコイン、王名や称号などが記録されている。わずかに残る碑文、ローマやギリシア人の学者たちが残した書物や物典など残された記録などである。しかし、質、量ともに、 インドギリシア人の歴史を明らかにするには極めて不十分である。なお、インドギリシア人たちは、インドの記録ではような、または矢花という名で現れる。これは、イオニアの天下である。インドグリーク諸王国が発行したコインは、後のインド社会に大きな影響を与えた。コインに王の横顔や神、称号を刻む習慣は、インドギリシア人が 権力の座を降りた後も長期にわたって、インド存続した。このコインは古代インド史を研究する上では、欠かすことのできない資料であり、広範囲で長期間流通した。インドグリーク朝のコインの中には遠く、イギリスで発見されたものもある。おそらく交易によって西方にもたらされたコインを古代、ローマ時代の収集家が保持していたものであると、言われている。 ギリシア人がいつ頃インドア大陸に居住を開始したのかは不明である。アケメネス朝が紀元前六世紀末頃から紀元前五世紀初頭にかけてインダス川流域まで到達して以降にアケメネス朝の手によってギリシア人がこの地域に移住させられた可能性はある。少なくとも中央アジアバークトリア方面にはアケメネス朝時代に移住したギリシア人が存在したことが確認されいるが、 記録が、少ななく、ははっきりとはしない。インドアタジクにおける、ア人のの活動を示すす記録が増大するのは、アレクサンドロス大王率いるマケドニア軍がインダスガー流域に侵入して以降の子である。アレクサンドロス大王がペルシア遠征を行っていた頃、北西インドにおけるアケメレス朝の統制力は大幅に弱まっており、無数の軍将王国が成立していた。 ギリシア人の記録によればその数は20を超えていた。これらの王国は、ポロスの王国とタクシラ、タクシャシラを除けば、大国と言えるような勢力はなく、相互に争っていた。アレクサンドロス大王の侵入に対して、ポロス王は交戦の構えを見せたが、他の諸国の反応はまちまちであった。タクシラ王、アーンビは、ポロスとの敵対関係のために、 直ちにアレクサンドロスへの功能を決めている。戦いのスエポロスはアレクサンドロスに敗れたが、その後も王の地位には止まり、アレクサンドロス大王の総主権下において王国は存続した。また、いくつかの州ではギリシア人の総督が統治することとなった。こうして支配者となったアレクサンドロス大王によって、バクトリア、現在のアフガニスタン北部を中心とした地域から、 インダス川流域にかけての地方にギリシア人都市が多数建設され、まとまった数のギリシア人が移住するに至った。紀元前4世紀末頃、これらの地域にセレウコス町を開いたセレウコス一世がその支配権を獲得すべく遠征を行ったが、北西インド地方ではチャンドラグプタ王の建てたマウリア町がセレウコス町を圧倒し、その支配権を確保した。このため、 北西インドに移住したギリシア人は、その後マウリア朝の支配下に入ることとなる。マウリア朝の勢力範囲内にギリシア人がいたことは、アショーカ王の残した小直秘文に、辺境の住民として、カンボージャ人やガンダーラ人と共にギリシア人が言及されていることから確認できる。サウラシュートラ半島、カーティアワール半島、現、インド領グジャラート州では、 マウリア朝の派遣の下で、トゥーシャスパと呼ばれるギリシア人王が統治していた、トゥーシャスパという名イラン風であるが、イラン名を持ったギリシア人であると考えられている。彼はアショウカ王の命令によって、水道を敷設したことが記録されている。彼の他にもギリシア人による小王国がインド北西部に散在していたことが知られている。これらの王国は土皇としての性格を持ったが、 セレウコス朝など、西方のヘレニズム王朝と異なり、マウリア朝の統制下にあって、自立勢力とは言い難いものであった。バクトリアに移住したギリシア人たちは、紀元前250年頃に、ディオドトス一世のもとで、独立の王国を形成した。当初は、マウリア朝が強制であったことや、支配権回復を目指すセレウコス朝の攻撃とのため、 グレコバクトリア王国がインドに影響を及ぼすことは少なかったが、紀元前200年に入るとインド方面への拡大を開始した。その端緒となったのは、グレコバクトリア王国の4番目の王デメトリオ一世によるアラコシア征服である。彼はアラコシアにデメトリアードという名の都市を築くと、さらにヒンドゥークシュ山脈を越えてパロパミソスを征服した。デメトリオス一世に続いて、 その弟アンティマコス一世在位紀元前190年紀元前180年頃の地世に入るとインドにおけるマウリア朝の彗星に乗じてさらにインド方面へ勢力を拡大しタクシラを占領してガンダーラ地方を征服したアンティマコス一世のおいパンタレオンやアガトクレスなどの内紛の後に一説には内紛が続く中で王となった デメトリオス2世の頃にはインドでは大きな政治的空白が生まれていた。紀元前180年頃にマウリア朝の将軍であったプシャミトラは、マウリア朝最後の王、ブリハドラタを殺害して、新王朝春が朝を立て、中央インドでは新たにビダルパ国が成立し、カリンガ国、チェイティ朝など、マウリア朝の下でマガダ国に征服された諸国も自立していた。 こういった状況のもとで、デメトリオス2世はインドで大規模な征服活動を行ったと言われている。デメトリオス2世が支配した領域は学者によって、見解が異なり正確なことは分かっていない。この時代のインドの文献にはマトゥラーなど、ガンジス川の下流域の都市がギリシア人に包囲されたと記録するものがある。春河町やチェーティアサとの間で戦闘が行われたと、 考えられるが詳細はく分かっていない。デメトリオス二世の行動に言及していると思われるインドの記録として J ティアサの王カーラベーラの治世第8年の碑文がある。またガールギーサンヒターと呼ばれる天文書の中にダルマミータ王がパータリプトラに進軍したとの記録があるが、このダルマミータはデメトリオス二世のことであるとする説がある。ただしディミタや ダルマミータが本当にデメトリオス2世のことであるかどうか断言はできない。ともかくもデメトリオス2世が熱心な征服活動をインド北西部からガンジス川流域にかけての地域で行っていたのは確実である。しかし、こうした中でグレコバクトリア本国では紀元前175年頃年代には移設が多いエウクラティデス1世が反乱を起こし、 支配権を握るという事件が発生した。このため、デメトリオス2世は6万の兵を持って、エウクラティデス1世を討伐に向かった。エウクラティデス1世はわずか300人の手勢しか持っていなかったが、パルティアに領土の一部を割上することで全面的な支援を獲得し、デメトリオス2世を撃退して、紀元前171年頃に自ら王位についた、エウクラキデス長。そして、 デメトリオス2世が征服したインド側領土の大部分を含む地方の支配権を得たがバクトリア本国への帰還途中に息子に暗殺されたためにインド地方の支配権は大部分が失われた。この結果インドは大陸及びその周辺におけるギリシア人の勢力はエウクラティデス1世の後継者によるバクトリア部分とデメトリオス2世が征服した領域を基盤とする インド部分とに大きく分化た。一般に、この分裂したギリシア人勢力のうちインド部分に支配権を持った、小王国がインドグリーク朝と呼ばれる。デメトリオス2世のインドにおける勢力基盤を継承したのはおそらくアポロドトス一世であった。この根拠となるのが、デメトリオス2世の発行したコインとアポロドトス1世の発行したコインが同種のであり。 ほぼ同じ年代に属すると考えられることである。ただし、アポロドトス一世が、デメトリオス二世の父であるとする説もある。その他の説も多く正確には分かっていない。アポロドトス一世は、コインの分布からインダス川両岸地方から荒越しや、現、アフガニスタン南部に至る地域に勢力を持っていたと、推定されてる。インドグリーク朝の王の中で最大の勢力を築き、 また最も多くの記録を残しているのは、メナンドロス一世、ミリンダザ在位、紀元前150年頃引く、紀元前130年頃である。メナンドロス一世はインドにおいて、エウティデムス長兄の権力に対する反対者として、対等したという説が近年では有力であるが、彼が権力を得た具体的な経過は分かっていない。メナンドロス一世は、 北西インドの都市シャアから、現、シアールコットをととした。古代の地理学者プトレマヨスによれば、当時この町はエウテュメリアと呼ばれたという。メナンドロス一世の発行したコインは、他のインドグリーク王の誰よりも広い範囲から出土している。その範囲は、現在のカーブルから、バルチ、カシミール、マトラーに至る。 同じく地理学シャプトレ・マイオスによって作られた世界地図によればインドアタ陸にはメナンドロス山などと名付けられた山が存在していたらしい。こうしてインドア大陸に勢力を拡張したオートオールアポロドトス一世やメナンドロス一世はギリシアローマの歴史家たちにはインド王として言及されている。メナンドロス一世の名を今日に伝えている最も重要な記録は仏典の一つ。 ミリンダ王の問いである。メナンドロス一世は仏教に帰したことが知られており、当時のインドでは単に武勇に優れた征服王というだけではなく偉大な鉄人王として記憶された。ミリンダとはメナンドロスの名がインド風に名まって伝わった名である。この書はメナンドロス一世と仏装のアガセーナとの対談と王の回収の天末などを中心に記録されたもので。 あるが、メナンドロス一世が仏教に敬したという点には疑問を呈する学者もいる。だが大勢ではやはり仏教を重視したのだろうとする説が有力である。メナンドロス一世はインドギリシア人最大の王であり、彼が発行したコインはその後200年以上にわたって北西インドで流通た。これは、 メナンドロス一世以降しばらくの間、彼ほど巨大な経済力を持った王が存在しなかったことを示すとも言われる。メナンドロス一世が死んだ後、王妃、アガトクレイアが権力を握ったが、それと同じ時期の紀元前130年頃には、大月氏によってか、あるいは大月氏の圧力によって移動した、トハラ人、サカ人によってか、 正確なことは分かっていないが、バクトリアのギリシア人王国は、こういった遊牧民の侵入によって崩壊した。大月氏とは、紀元前2世紀に、郷土の膨張に押されて、タリム盆地から移動を開始し、紀元前2世紀半ば頃に、バクトリアを征服した月子族の勢力を指す。詳細は、月子の項目を参照。紀元前125年頃に、 グレコバクトリア最後の王ヘリオクレスは殺害されたか、もしくは亡命を余儀なくされた。そして残された、バクトリアンギリシア人たちのいくらかは、インドギリシア人たちの勢力が恋に流入した。ルシアス、ゾイロス一世、アンティアルキダスなどのギリシア人王が各地で勢力を持ったが、彼らの多くは、この時期に新たに、インドに移動したグレコバクトリア系の王であると、割れている。 彼らは基本的にはエウティデムスアサかエウクラティデスアサに属する王ートールであったと考えられている。また、ベナンドロス一世とアガトクレエアの息子、ストラトニ一世もやや遅れてではあるが、インドギリシア人の代表的な王として活動したと見られる。こういった経緯によって、インドにおけるギリシア人の勢力は新たにバクトリアから流入した。 人々によって形成された西方のアラコシアやパロパミソスを支配する勢力と、おそらくメナンドロス一世の後継者たちによると、考えられる東方の西パンジャーブ地方などを支配する勢力に大きく分かれた。またさらに多くの軍省王国が存在したと考えられる。だが、この時期のインドグリーク諸王の勢力範囲は、年代決定は諸説紛糾しており、 極めてわずかな資料を下に、その活動が想像されているに過ぎない。それでも、上記の王たちの場合はまだ記録に恵まれている方で、ある。ニキアス、ポリクセノス、テオフィロスなどのように、発掘されたコインからただ名前のみが知られている。インドグリーク王は40人にも上るが、彼らについては、極めて大雑把な概要さえ知ることができない。彼らは相互に派遣を争ったが、 紀元前90年以降その勢力は減衰を続けた。西暦一世紀諸島までには支配者としてのギリシア人の地位は完全に失われた。インドにおけるギリシア人の支配はどのような影響を社会に及ぼしたのか様々な見解が出されている。ある物件には、ようなギリシア人とカンボージャでは二種の階級、すなわち貴族と奴隷、アーリアとダーサがあり。 貴族が奴隷となり、奴隷が貴族となることがあるとされている。これはあまりに抽象的な記録であるが、階級が入れ替わることがあった。という点を重視し、ギリシア人の支配下で旧来のインドの身分秩序に乱れがあったことを示すとする意見もある。しかし、インド社会の根幹部分には、ギリシア人の影響はさほど及ばなかったと施設も有力である。メナンドロス一世の王国では、 当時の支配階級はギリシア人を頂点とし、旧来のインド王族、バラモン、資産者が続くとされている。これに見るように、古いインドの階級秩序の上にギリシア人が置物のように存在したという説もある。インドグリークの小王国においてギリシア人が特殊な地位を占めていたのはミリンダ王の問いにある記述から想定できる。これによれば、 メナンドロス一世の周囲には常に五百人のギリシアが側近として控えていたとされている。実際にギリシア系と考えられているメナンドロス一世の側近の名前も記録されている。すなわちデーバマンティア、おそらくデメトリオス、アンタカーヤ、おそらくアンティオコス、マンクラ、おそらくメネクレス、サッパリンナ、サラポドトス、もしくはサッパドトスカンの四人である。 インドグリーク小王朝の王権に関する資料は、ミリンダ王の問いに収録されている、わずかな記録を除けば、コイン名にある称号がほとんど唯一の資料である。バシレウス、王やバシレウスメガス、大王などが称号として用いられたが、時代を経るにつれ若干の深刻化,化も見られた。ミリンダ王の問いに表される、インドグリーク王の姿は極めての敵である。しかし、 後世の負荷であると考えられ、部分を含んでおり、インドグリーク王が、インド的な王権官の下にあったのかどうかは、断言できない。口述のように、遺物から推測される、インドグリーク諸王朝の政治体制は、キリシア的要素を強く残しており、仏典に見られる強い、インド的傾向は、再六者自身が王を、そのようなものとして見なしていたが、ゆえのものであるかもしれない。だが、 インドグリーク賞王の発行したコインは、ギリシア文字名の他に、現地で用いられていた、カローシティ文字などを使用して、プラークリット語の称号が併記されることが多いという点で、他のヘレニズム諸王国のそれとは、著しい相違をなす。マハーラージャ・マハータ、偉大なる大王や、マハーラージャ・ラージャ・ティラージャ、諸王の塔をなる大王などのような称号は、 基本的にはギリシア語の称号を現地語に訳したものであるがこうした処置が必要だったことはギリシア人の王権感にインドのそれが影響を及ぼしていたことを示すとも言うメナンドロス一世をはじめとしたインドグリークの王たちは領域内で完全な主権を確立していたわけではなかった彼らの支配する領域には数多くの従属王国が含まれており彼らは王を 名乗り独自にコインを発行したりする場合もあった。こういった従属王国は必ずしも上位者の王と運命共同体を形成していたわけではなかった点は重要である。上位者の王の勢力が懸垂すれば彼らはその都度独立したり別の王の庇護を求めたりして自らの地位を守ることに努めた。メナンドロス一世に従属していた王の一人。 ビジャヤミトラは、メナンドロス一世死後も長く独自の王国を存続させていた。メナンドロス一世の王国は、セレウコス朝と同様の軍主メリダルケス制度を持っていた。この称号は、セレウコス朝の碑文に多く残されているが、インドグリーク王朝の碑文にも確認されてを、地方の統治に当たった。こうした点に見られるように、インドグリーク王朝の国家体制には、 ヘレニズム的要素が強く見られる。彼らは、地方の統治と共に独自に、宗教活動にも従事していた。紀元前150年頃の群れ守るの一人テウドラ、テオドロスが、フツシャリを供養したことが記録に残されている。こういったギリシア人の軍主たちは、実務、行政にはギリシア語を使用したと考えられているが、興味深いことに仏教に関する活動においては、ギリシア語を避け、 カローシティ文字を用いて、現地語を使った。コインに刻まれた記録からは、インドギリシア人が典型的なヘレニズム風の武装をしていたことがわかる。基本的には、西方のヘレニズム王朝と軍事面で、あまり差はなかったと考えられているが、それでも、地域的な影響は強く受けた。グレコバクトリア王国が遊牧民の襲来で崩壊した後の王。 ゾイロス一世のコインの中には遊牧民の用いていた探求が描かれているものがあり、インドギリシア人の弓騎兵も同様のものを装備していたと言われている。グレコ・マケドニアの伝統に則っ,って、騎兵は重要視されていたと考えられ、グレコ・バクトリア王やインド・グリーク王はしばしば馬上の姿が描かれている。インドで重要視された戦像はヘレニズム諸国がこぞって使用した兵器であり、 インドギリシア人も用いたと考えられるが、馬と異なりコインに描かれることはない。しかし、インド世界一般の傾向から考えて、戦像は重要な兵力であったであろう。少なくとも、ミリンダ王の問いの中には、戦像の使用に研究する部分がある。インドに移住したギリシア人たちは、当然ながら彼らの旧来の宗教王、ゼウスやヘラクレスへの崇拝。 を持ち込んだことは確実である。インドグリークショーが発行したコインには、こうしたギリシア系の神々の姿が刻まれている。しかし一方で、インドの宗教の多大な影響を受け、それに敬する者も,も多く出た。インドギリシア人の中には、多数の仏教徒がいたことが知られている。最も有名なのは、メナンドロス一世であるが、彼の仏教回収は、 単に個人的に仏教に興味を持つ王がいたという範疇を超えて当時のインド社会における大きな思想潮流の中での出来事であると考えられる。マウリア朝時代、仏教はその保護を受けて大いに発展していたが、その中で仏教に改修するギリシャ人がいたことは考古学的に確認されている。マウリア朝時代に仏教教団へギリシア人から 岩屋ンや貯水池の寄進が行われていたし、アショウカ王の直令の中に、ガンダーラ地方のギリシア人に仏教が広まっていたことを示すものもある。なぜ仏教がギリシア人に受け入れられたのかについては、様々な議論があるが、一説に身分秩序を重んじるバラモン教の有力なインド社会において、外来のギリシア人がインド社会に同調しつつ祖宗教を取り入れようとした場合、 大きな選択肢としては仏教しかなかったという説がある。バラモン教的立場によれば、いかなギリシア人が強大な軍事力を持ったとしても、遺敵の一つに過ぎないのである。サンスクリット語で蛮族を意味する語バルバラ。バーバラはギリシア語のバルバロイを借用したものであるが、皮肉なことに、インドの文献にはギリシア人を指して、バルバラと呼ぶものも存在するのである。 仏教が違法人に受け入れられやすい普遍性を持っていたことは、ギリシア人以降に北西インドに侵入した集団の中に仏教を重視する者が多かったことからも理解される。ミリンダ王の問いによれば、メナンドロス一世は当初仏教に懐疑的であり、質問をぶつけて、サンが仏教教団を悩ませたとある。その後、ナーガセーナとの論戦に敗れ仏教に帰依したことが、 伝えられている。このメナンドロス一世の改修の史実性については、長い議論の歴史がある。仏像ナアガセーナは、ミリンダ王の問い以外に、その存在を証明する文献は存在せず、メナンドロス一世の残した遺物の中には、彼が仏教徒であったことを示唆するものは少ない。彼のコインに刻まれているのは、伝統的なギリシアの神々であって、 そこから仏教的要素を読み取ることはできない。ただし、これらのコインの中には林報を刻んだものがあることから、メナンドロス一世がインド人の宗教観の影響を受けていたことは確実である。ただし、林ポは仏教以外の宗教も用いるため、メナンドロス一世が仏教に帰した確実な証拠とはならない。 かような点からメナンドロス一世の仏教改修の史実性に疑問を持つ学者もいる。一方、メナンドロス一世が仏教を信仰したとする最大の証拠は、シンコットで出土したメナンドロス一世が封建したと記すシャリツボである。このため、メナンドロス一世は実際に仏教に帰依した、少なくとも重視したとする説が有力である。ギリシア人たちは、 インドの美術にかなりの影響を残した。とりわけよく言われるのが、従来は、仏の姿を直接表さないことになっていた、仏教美術の中に仏像が現れたことに対する、ギリシア人の影響でる。古代インドでは、釈迦の入滅以来、仏だが、人間的な表現で表されることはなかった。釈迦の死後、崇拝の対象となったのは、彼の像ではなく、彼の遺骨。 仏舎利りを収めた仏塔、ストゥーパであり、仏教説話など絵などに表現するとき、釈迦を登場させる必要がある場合には、座席、仏則跡、菩提樹、法輪、三階、仏塔などを描写することで、釈迦の存在を象徴的に表すのみであった。これは、意識的に釈迦の姿を表すことを避けたことがわかる。こうした仏教美術様式は、マウリア朝、 春が朝、サータバー花町を経て、西暦期限前後まで一貫して続いている。しかし、その次の時代のガンダーラ美術やマトゥラー美術では、釈迦を人間の姿で表現することがすでに前提となっている。仏像の登場の最も早いものは、クシャーナ朝時代のことであり、インドグリーク象徴の活動した時代よりも後のことであるが、神を人間の姿で表現する。 ギリシア人の美術様式が仏教美術に影響したと言われている。ここで言うヒンドゥー教とは、教的な意味ではなく、当時のインドの土着の神々に対する信仰を指す。インドギリシア人の信仰として注目されるのはやはり、ゼウスやヘラクレス、アテナなど、ギリシア古来の神々への信仰と仏教信仰であるが、インド伝来の神に対するギリシア人の信仰の証拠も今日に残されている。 最も有名な例は、アンティアルキダス王に仕えた、タクシラ出身のギリシア人、ヘリオドロスに関する記録である。ベスナガルに残るガルーダ石中名文によれば、アンティアルキダス王は、地世第十四年にヘリオドロスをビディシャーの王、バーガバドラの下に使者として派遣した。ヘリオドロスはバーガバダ派の信仰を持っていたため、バースデーバ神のために、ベスナガルにガルーダ像をつけた柱を建てたという。 この名文の中でバースデーバは,は神々の中の神と呼ばれている。このようにインド現代の神を信仰するギリシア人は少なからず存在したと考えられ、またおそらくは旧来のギリシアの神々との混交も進んでいたと推測される。今一つインドの神々とギリシア人との関係を示す証拠は 神の像が刻まれたグレコバクトリア王国やインドグリーク象徴のコインである。アガトクレスやパンタレオンの発行したコインに刻まれている踊り子はクリシュナの姉妹、スバードラを表したものであると言われている。また、インド人の神話的伝承についてはギリシア人の批判も残っている。メガステネスやアリアノスなどのギリシア人たちはインド人の伝えた神話、伝説の類を 口頭無形として全く信用しなかったことが伝えられている。これらの伝説は今日のマハーバーラタやプラーナ文献に対応するものが多く発見されている。メガステネスやアリアノスはインドギリシア人ではないがインドギリシア人の中にも西方のギリシア人と同じくこうしたインドの空想的な神話について会議の目を向ける者は少なからずいました。そうした ギリシア人の一人は、他ならぬ、メナンドロス一世であった。彼がナーガセーナとの議論の中で質問を多く、ぶつけたのは、ありえそうもない空想的な説話についてであった。インドの伝説やプラーナ文献にはクリシュナが黒い、ギリシア人、カーラヤバナからユイバナと戦ったという説話が、残されている。これは、現地人との長期にわたる根血が進んだ、ギリシア人か、 あるいはかつて古代インドの土着民がアーリア人の侵入につれてアーリア化したようにギリシア化した土着民であったかもしれない。ただし、このカーラ・ヤバナとはバクトリアのギリシア人を指すという説もある。パロパミソス・アラコシア政権とガンダーラ・パンジャーブ政権に分裂パロパミソス政権、アラコシア・ガンダーラ政権、パンジャーブ政権に分裂大月氏へ。 インドス北洋国へ東西に分裂。インドス北洋国へインドス北洋国へ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。